こんにちは、グッピーこずえです。今日はちょっと久しぶりに休みなんですけど、この季節ほんまどこ行ってもいっぱいなんで、公園でお外カフェしに来ました。これがずっと気になってたコーヒーブリュワードバッグって書いてるんですけど、これですね、まあ、キャンプとかアウトドアでもうめっちゃおすすめらしくて、ここをまず開けます。よっ、ほら、こんな感じでコーヒーの粉が入ってるの分かります？で、この中にお湯を入れる。 300ml で2カップなんですけど、ここにちゃんとストロングやったらこのぐらいまでお湯入れてって書いてて、で、まあ、ちょっとマイルドやったらこの辺までお湯入れてって書いてるんで、ここにお湯を注いでいきます。このキャップをひねってまず取り外しとかなあかんらしい。取り外せて蓋としてもこうやったら使えるらしい。外したらこんな感じで蓋としても使えるということです。これにお湯を入れます。今回ちょっとマイルドに入れていきますね。こんなガバガバ普通に入れていいかな。これでやっとストロング、じゃあマイルドまで入れようかな。はい、できた。見てもたら分かると思うんですけど、結構こう湯気が。チャックを閉じて2分から6分、2分は軽めで6分は重めで、カップに注いだら入れたてのコーヒーが飲めるらしいです。よいしょ、準備万端です。いやー、めっちゃ楽しそう。残念なお知らせとしては、もう砂糖も牛乳も忘れてしまったって感じやから、まあ、ブラックでは飲まなあかんねんけど、なんか結構そのアウトドアこうやりたいけどなかなかやれんみたい。でもそういうほんまに超超初心者で何の道具もなくても、なんかこれさえあれば今日初めてのアウトドアみたいな感じでできるんちゃうかなと思って、ここにさコーヒーを作って入れてきたらええだけの話やねんけど、それよりも得たてをここで飲むっていう幸せよ、これで。これがなんかサーモスの水筒やねんけど、水筒が結構あの熱いものをすごい熱く保つことができるから、結構電車とかでこう行くこともできるなと思って、めっちゃ鳩寄ってきたよという感じで。そろそろどうなんやろ、できてるんかな、ね、あんまりこう置きすぎてもちょっと冷める。あ、蓋落ちた。じゃあちょっと入れてみますね。おお、できてる、できてる。え、めっちゃいい感じじゃない？めっちゃやるやん。そうやねん、私のお母さん結構やるやろ。はい、ではいただきます。あ、めっちゃ美味しい。多分そのコーヒー豆自体もちゃんとこだわりのやつ、500円もせんかったな、400円ぐらい2杯分取れて、しかもちょっとこだわりの味のオーガニックコーヒーって書いてるから美味しい。いただきます。